9月6日金曜深夜3時半を回ったところです。モーニング娘。の皆さんが、オリコンウィークリーチャート3作連続1位になったそうです。おめでとうございます。すごいですね。これ快挙。まあ、これを快挙ってなんか言うと、ね、なんかもうこれは当たり前だよっていうようなね、雰囲気を出した方がいいのかもしれませんけどね。モーニング娘さんといえばもう、この番組でも紹介を何度かしましたけれども、宝島社から出ている雑誌スマートの特集で私コメント寄せさせていただきました。で、タワレコの社長の峰明社長とかね、大月健二さんとか、そういった人たちが並ぶところに私の名前が出て、で、やっぱりその、書くと、その書いた人のところに本って届くじゃないですか。だから、多分、峰脇社長が私のことを多分、認識したんだと思うんですよ。他の人誰書いてるかなって見て、あ、落語家でそういう人がいるんだと思ったらしいんだよね。思ったんだと思うんですよ。で、そしたらなんかツイッターかなんかでフォローしてくださって、まあ、フォローされたんで、メールね、メッセージを送ったんですよね。ありがとうございますって。で、言って、で、しばらくした後に、まあ、とある、ライブ会場でお見かけしたんで、声をかけさせていただいて、本を渡すという、私が立川志らくでございますなんてことで、ドーンつって。だからなんかすごい、なんかトントン拍子でね、タワレコの社長と、知り合いになれたという、まあ、そんな感じでございます。これも、すべてモーニング娘さんが繋いでくれた縁でございますので、これからも大事にしていきたいとそう思っております。それでは、本日も、張り切ってまいりましょう。開局55周年、1422ラジオ日本、立川志らくのサブカル天国。改めまして、こんばんは。サブカル王道、まっしぐら落語家、立川志らくです。立川志らくのサブカル天国、落語家一のサブカル志向の私が毎回好きなものを好きなように語ってまいります。もちろんメジャーなものも一歩進んだサブカル視点からキャッチしていきます。ということで、今週は、二人、ゲストが来てくださっておりますので、もう早速曲聴いて、登場という、そういう形にしたいなと思っておりますが、これからかけます曲はですね、急騰の曲ですね、アルバムが9月の4日に、新しい、アルバムが出ました、8、クイーン・オブ・ J-POP という、タイトルの8枚目のアルバムが出ましたので、そこから一曲曲を聴きたいと思います。急騰で、ベーグルにハムチーズ。1422ラジオ日本、立川志らくのサブカル天国、落語家立川志らくがお送りしております。皆さんはアイドルの方からメールをもらったことっていうのはありますかね？私はですね、今日来ているお二人のどちらかからメールをいただいたことがありますということで、今週はこちらの方がゲストでございます。ジュースジュースの宮崎優香さんと高木紗友希さんです。よろしくお願いいたします。ジュースジュースです。よろしくお願いします。ああ、よかったです。いや、私は高木さんからメールをいただきましたよ。はい。研修生の生卵を消化の時に、はいはい、なんかメールで、アンケートを答えてくださいみたいなところで、はい、で、それで答えてたんですよ。で、そしたらなんか、推し面は誰ですかみたいなことがあって、はい、で、私それ本名でね、自分の本名でやってれば別に好き勝手書けるなと思ったけど、はい、立川志らくでずっとやってたから、はい、推し面一人選ぶっていうのも嫌だなと思って、空欄で次っていうのを押したら、はい、赤い字で推し面の項目は必須ですっていう、なんかものすごい脅迫してきたから、うん、高木さんを選んだんですよ。ありがとうございます。で、そしたら高木さんからメールを。はい、なんか。そういうことだったんですか。そうです。いただきました。メールしたっけど。びっくりしちゃった。いただきました。やたらなんかご機嫌なメールが届きましたけどね。はい。ということでございます。一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ジュースジュースということですけれども、はいはい、私はもうこれ全く知らないので、ちょっといろいろ教えていただきたいんですが、はいはい、まず今5人組で会ってますか？はい、5人組で会ってて、宮崎さんがリーダーをやられてるということで、はい、会ってますか？はい、大丈夫ですか？はい、合ってます。
で、大体今結成して半年ぐらいということで、はいはい、今度、トリプル A 面だっけ、はい、のやつが11日でしたっけ、はい、に出るというようなことで、はい、合ってますか。はい、あ、よかったです。私の知ってる情報は以上でございます。ありがとうございます。リーダーってやっぱり年で決まったんですか？きっとそうだと思います。私は、あんまりしっかりしているタイプではないんですけど、リーダーなので、きっと年で決まったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、はい、私たちはサブリーダーをいて、サブリーダーの金沢智子ちゃんって言うんですけど、はい、すっごくしっかりして私を支えてくれています。しっかりっていうのは何をしてしっかりって言ってるんですか？もう普段から大人なんですよ。もう立ち振る舞いとかも大人ってのは具体的にどういうことなんですか？喋り方とかもそうなんですけど、金に汚いとかそういう、いや違いますよ。そうじゃなくて、なんて言うんだろう、コメント動画とかでもすごい、覚えるのも早いし、言っていることも的確で正確なんですよ、で私はまだなんか、話してるとはとかがとかそういう、接続のものが、しっかりしてない時があるので、そういう部分で金沢智子接続がしっかりしてないんだ、はい、グラグラしてるんだ、グラグラしてるので、すごい金沢智子ちゃんはそういうところでスパッと的確なも、言葉を言えるので、すごいしっかりしてるなって、まとめるのね、まとめるのがうまいの、まとめるのがうまいんですよ。あ、なるほどね。それに、憧れてるんですか？憧れてます憧れてます。一人で十分でしょ、そういうことやる人は。そうですね、そうだよ、ゆかちゃんね、ゆかちゃんらしくね。ゆかちゃん、でもやっぱりハロープロジェクトだとリーダーがコメントをすることが多くて、あ、なるほどね、なのでそういうのでやっぱりずっとこのままじゃいけないなっていうふうに思ってるので、でもいいじゃないですかね。はい、そう思いませんか？思います。グズグズの方が印象に残りますよ。でも告知とかしっかりしないといけないところとかあるじゃないですか、やっぱり、私たちジュースジュースのことを知ってもらうために、そういう部分でやっぱりしっかりしてそこだから、しっかりやったからって伝わるとは限らないじゃないですか、はい、深いですね。でも佐伯さんしっかりしてそうだけど。はい、しっかりしてます。本当ですか？いや、嘘です。なんでですか？そうですかって聞いたから。いや、よく、みんなにしっかりしてるって言われるんですけど、はい、結構でも、なんて言うんだろう。こう。どうしました？家に帰りたくなっちゃいました？違います。しっかりしてるって言われるんですけど。今日、鍵閉めてきたっけかなみたいな、そういう不安がよぎりましたか？違いますよ。しっかりしてるんです。違いますか？しっかりしてるって言われるんですけど、でも、なんか、肝心なところでちょっと やらかしちゃったりとか、なんかあるんですか？過去になんかあるんですか？それはなんかあるかな。それかなんかあるかなって言ったのにエピソードが出てこないって、このあたりか。なんかそうなんだよね、ちょっとしたことが。忘れ物とか。忘れ物もあるんですけど、でも忘れ物に関しては、同じジュースジュースのメンバーの上村あかりちゃんっていう子がすっごく天然で、はい、面白い子なんですけど、ほうき乗って飛んだことがあることでおなじみの上村さんですか？そうです、飛びました。なんで嫌な顔していますか？その話知ってんですか？本当に上村あかりちゃん不安なことがいっぱいあって、はい、カバンの中にレッスンシューズをそのまま入れて、はい、それで片一方をお家に忘れてきてしまうという部分とか、すごく袋に入れたりしないんですよ。ってことは、じゃあ片っぽ入ってて、はい、片っぽだけしか入ってなかったってことがあったってこと？はいはい、ほうほうほう、そういうところがあって、今後すごく不安な。今後。でもそれ忘れることぐらいあるでしょうよ。でも、そういうことが多々あるんですよ。例えば？例えば、忘れ物もそうなんですけど、靴下の5本指ソックスってあるじゃないですか。はい、ありますね。5本指ソックスを、なぜか指を入れないで、ふにゃふにゃな状態でいつも履いていたりとか。でも、あれは、私の周りでもいるけど、靴下をなんか先余らして履いてると気持ちいいって言ってる人知りません？知りません。ちょっとリラックスできるみたいなことで、うちの弟弟子で一人いるんですよ。多分中に、ね、気持ちいいんだと思う。上村会ちゃんはめんどくさいって言ってました。めんどくさいって言ってました。じゃあそれやめねえじゃん、その靴下。そうなんです。やめたらいいのに、やめない上村会ちゃんがすごく不安なんです、私は。それさ、その靴下で自分で買ってきてんのかな？もらったって言ってました。はい。ご両親かなんかにいただいたってこと？先輩の石川理香さんにもらったって言ってました。だから、でも先輩のからもらったものは大事にちゃんと履こうっていうことはあるんだよね。きっとそうだね。めんどくさいから履かないじゃなくて。はい。感謝の気持ちを持って履いてると思うんですけど、
一度片足だけ入っていたこともあって、うん、で片足はふにゃふにゃのままで、うん、どうしたのって聞いたら、うん、時間がなかったって言うんですよ。ちょっと足の指を入れながらの時間でそんなにかかんないじゃないですか、うん、かかるんですよ。そう、彼女にとってはかかるんですよ。あそっか、時間の流れはみんな一緒じゃないんですから。そっか、そうですよ。なんでこんなに私は援護してるのかよくわかりませんけど。なんかあなただってこの間転びそうになってなんか妖精を避けたみたいなことを。なんでしてるんですかってブログに書いてあったから。チェックしてくださってますよ。たまたま見たらなんかあれ、その話何なんですか。なんかちょっとつ道で歩いていて、はい、ちょっとつまずいてしまったんですよ。つまずいた、はい。で、上村かりちゃんが普段私が突っ込むことが多いから、うん、今転んだよねって言われてるのが、うん、ちょっとドキッとしちゃって。ドキッとした、いい言い方しましたね。よかった、イラッとしたって言わなかった。ドキッとしちゃって、あっと思って、うん、なんかちょっと言わなきゃって思っちゃって。なるほど、はいはい、はい。そしたら、浮かんだのが妖精っていう、なんか妖精って言葉が頭に浮かんできちゃって、うん、で、それを付け足していったら、妖精がちょっといたから、またいたんだよっていうふうに言ったら、うん、それをブログに書かれちゃって、まさか書くとは思わなかったから、ちょっと見た瞬間に恥ずかしいって思っちゃって。だからみんながさ、その上村さんのこと突っ込むわけでしょ。はい。だからそれのやっぱり反撃をしたいと彼女は思ってるんだね。ああ、そこに思ってるんだ。だから佐伯さんも危ないですよ。はい、気をつけます。気をつけます。明日は我が身ですよ。はい。じゃあここでね、曲をね聞いてみたいんですけれども、はい、どんな曲ですか？このこれからかける曲は。はい、うん、これからかける曲はすごく大人っぽくて、うん、そして命令口調になっている部分もあって。命令口調。はい、そういう。普段使えます？あんまり使わないですね。使わないです、うん、命令口調を普通使うときってどういうことなの？やれとかそういうことか。あ、使わないですね、うん。使わないよ、うん、あんまりって言ったんですけど使ってるかなと思ったんですけど、うん、確かに命令口調言ってないです、うん、ちょっと使ってる。じゃあ上村さんに対しては今度命令口調で全部。はい、わかりました。ちゃんとしろって、靴下を履けっていう。履け、指を入れろ。よっぽどそのことみんな思ってんだね。でも面白いから可愛いしいんですけど、うん、ジュースジュースも全員それに合わせてさ、5本指のやつ指余らせる履き方をするアイドルグループですって。いやいやいや、スマイレージがさ日本一短いスカートのさアイドルが言ってるんだからさ、はい、キャッチフレーズでやればいいじゃん。いやもうスカートって可愛いじゃないですか。5本指チャミックスをちゃんと履かないアイドルグループ珍しいですね。インパクトありますね。そうね、タビックスの時点でね。ごめんごめん、はい、曲の説明の途中だった、はい、そういうリズミカルで大人っぽいダンサンブルな曲になっています。わ、うん、かりました、うん、じゃあその曲を聴いてみたいと思いますので曲紹介の方を一つよろしくお願いいたします。はい、それでは聴いてください。ジュースジュースでロマンスの途中。1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国でございます。ということでジュースジュースに決まって、でもどうですか、決まったっていうのは。うーん、すごいびっくり。とりあえずびっくり。佐伯さんの場合は、はい、まあ研修生からやって、はい、で新グループってことだけど、ゆかさんの方はいろいろこう来て、はい、ここに収まったっていう感じですもんね。そうですね。当初の予定からぐるっと回って。当初の予定。いろいろ経由して、はい。最初はピアノとかも弾いていたんですけど、うんうん、はい、まさか、ダンスをするグループに入るとは、なるほど。思ってなくて、うん、でもやっぱり、ハロープロジェクトは私の憧れの存在だったので、うんうん、本当に嬉しかったんですけど。でもダンス、まさかって言って、だってでもスマイレージの、はい。だって、そうです。それダンスするでしょ。はい、スマイレージさんの時は、そうだなっていうふうに思っていたんですけど、うんうん、里山に行って入って、うん、はい、それでピアノを弾いたりとか、うん、歌を中心に、レッスンとかも、そういうふうに決まったから、もうこれは歌が中心なんだと思ったってことか。歌を中心に、かなっていうふうに思っていたんですけど、うんうん、まさかハロープロジェクトに入れるとは思ってなくて、うんうん、私はダンスをするのかって思って、でもやっぱり選ばれたことが本当に嬉しかったし、うんうんうん、こう頑張っていくにはやっぱりダンスももっともっとこれから頑張っていかなきゃなっていうふうに強く思いました。ダンス一番うまいのは佐伯さんか。いや、私は宮本かりんちゃんが、うん、私よりもハロプロ研修生に入ってからが長いんですけど、うん、先輩なんですけど。あ、先輩？どのぐらい？1年です。あ、1年か。はい、1年違うと結構違うか。はい、うん、それだから入った時からすっごい、うん、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、ちっちゃかったんですけど、うん、私が入った時のかりんちゃんは、うん、もう本当にダンスが
もう大きく踊ってて、うん、もう可愛いなっていう感じだったんですけど、うんうん、で今はなんかこうコマ送りにしても、うん、一個一個綺麗に見えるような動きっていうか、うん、それがすごいなっていうふうに思っていて、うん、そこまで自分たちのやつを見てやっぱ研究するんだ偉いね本当にそんなことしたことねえよ本当にダンスが苦手だったので、うん、私はダンスを覚えるのもすごく遅いので、うん、あの一度終わったあのレッスン の、うん、あのDVD、うん、あ、ビデオを撮っていただいて、うん、それをお家で見るんですけど、うん、それで私がなんか一人だけ変な時とか、うん、振り付けの角度とかが変な時、うん、なんでみんなは一緒なんだろう、どこがどうしたらいいんだろうと思って、うん、すごいあのスローモーションで再生をするんですけど、うん、その時とかはかりんちゃんはいつの時でも手足が本当に綺麗で、手の先まで綺麗だから、うん、そういうところ私が覚える時にチェックするのは宮本かりんちゃんをチェックします、うん、ああだから自分が踊りの時後ろにいる場合はいいよね、それ見てやりゃいいんだから。いや、あ、そうかっていう。いやいや、でも覚えるのがすごい大変で、うん、私も入ったばっかりの時は、うん、まあ、1曲で2週間ぐらいかけて覚えてたんですけど、うん、もう最近はもうずっとそれを2週間ってのは長いってこと言ってんの？長いんです。VTR を見て。2週間で覚えたら結構早いんじゃねえの？そんなことないの？結構長めだなって思ってたんですけど、うん、それを毎回やってたら、うん、今はもう1曲20分ぐらいで覚えられるようになって。1曲20分で覚えちゃうの？はい。覚えられるようになったんですけど、すごいね。でもやっぱりゆかちゃんは、うん、ダンス始めたばっかりだから、うん、はい、その覚えるのとかも難しいからって言って、うん、うちに来てやったりしてね。はい、本当に覚えれなくて、うん、これはもうまずいぞって思って、うん、まず私、ビデオだと左右反転するじゃないですか、うん、はいはいはい、それを頭で変換するのまず難しくて、うん、そっか、それでもうこれはまずいと思って佐伯ちゃんに電話して、どうしたらいいかなっていう相談をしたら、うちに来たらいいじゃんって、うん、いいね、うちに来ちゃえばいいじゃん、もうこれはもう行かせてもらうしかないなと思って、うん、お願いしますって頼んで、うん、レッスンシューズを持ち佐伯ちゃんの家で、うんうん、それはちゃんと両方入ってるやつ両方入ってます、両方入ってます、私はちゃんと袋に入れて行くので、はい、しっかり二足持って佐伯ちゃんの家に行って、はい、教えてもらいました、うん、人に教えると勉強になるでしょ、でもはい、ね、人に教えるってやっぱり一番大変ですよね。自分が理解する方が簡単だけどね、人に教えるのは大変だなってね、非常に当たり前の話を今しましたけど、ね、目標ってあります？ジュースジュースとしての目標、はい、なんかこれからあるんですか？あります。なければ別にありますあります。あるんですか？私たちはジュースジュースだけの単独ツアーがやってみたくて、はいはい、もうそれを今本当にやりたいねっていう話をみんなでしてるんですけど、うんうん、あとその先の大きな目標としては、うん、海外でツアーがやりたいです。おお、どのあたり行きたいですか？海外はもう全部行きたいです。全部もう各地を、北極圏とか、そう、あ、南極行きたいです。南極行きたいですか？はい、南極が好きなんですよ。南極が好きなんですか？大好きです。なんで？おお、あなた、そうか、でも北国か、生まれは。石川県出身です。だからそういう雪とかそういう氷は身近？身近ですね、うんうんうん、やっぱり冬とか学校行く時とかもどれだけ滑らないように歩くかとか、やっぱり成長していくうちにつれて上手くなっていくんですよ、そういうものに対する対抗心があるんじゃないの？あ、そうなんですかね。氷に対していつも負けたくないって思ってるの？氷とかそう、冷たいものを私は進んでいくっていう、負けるもんかって。アイスも大好きだもんね。そういうことだったんだ。食い尽くしちゃうと、はい、もう多分冷たいものに敵対心があるのか。冷たいものに敵対心なんですか？でもアイス大好きだから敵じゃなかったです、うん、やっぱり。でも食っちゃうんです、ね、あ、そうですよね。そうそう、やっぱり敵対心。あっさり撤回したよ。自分の意見を持ちなさいよ。ということで、エンディングも2人お付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。開局55周年、1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国、エンディングの時間になりました。お二人いかがでしたか？楽しかったですか。いろいろとね、活動をこれからたくさんあると思いますけれども、はい、一つそちらの方を教えてください。お願いします。はい、はい、私たちはロマンスの途中、私が言う前に抱きしめなきゃね、メモリアルエディット、サミダレ美女がサミダレる、メモリアルエディットの3曲をトリプル A 面シングルとしてメジャーデビューします。そして9月11日には池袋サンシャインシティ噴水広場で発売記念イベントを行わせていただきます。はい、そしてですね、12日には東武百貨店池袋店で、そして13日にはララポート東京ベイでも発売記念ミニライブ&握手会を行わせていただきます。
会場など詳しい情報はハロープロジェクトのオフィシャルサイトをチェックしてください。皆さんぜひお越しください。こんなに丁寧に告知をした人多分ゲスト初めてですよ。ここに来たゲストの方でそんなに丁寧に告知をした人多分初めてですよ。ああよかった嬉しいですいやベリーズ工房の徳永千奈美さんとかはね、はい、まずって話し始めてからマネージャーさんにいつだっけって確認をしたりしますからねさっき言ってたろみたいないやびっくりしましたよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、行けるとこあったらね皆さんも駆けつけてください。本日の感想などもお待ちしております。あっさり申し上げます。メールの方はしらの @jorf.co.jp、 しらの shirano です。しらの @jorf.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本立川しらののサブカル天国各係まで送ってください。番組ツイッターアカウントはしらの1422、しらの1422です。よろしくお願いをいたします。私はですね、芝居にゲストとして出ます。これは本当はねうちの師匠の志らくが、客演として出るんですけれども、落語界と被ってるところが2箇所あってその代言を私が直々に指名を受けましたので出ることになりました。新柳生一族の陰謀というのを池袋のシアターグリーンでやります。私が出る回は11日、これ初日なんですけどね、初日の1回目、11日の19時から、それと14日の、14時から、ここの2回に私は出ておりますので、まあこの稽古での私の低たらくぶりねもう何にもできない。もう本当にこれもう皆さん来ないでください。もう一つねよろしくお願いいたします。あと私からの告知とすると15日ですね、15日の15時半からの横浜ブリッツで行われます生卵ショーに行きます。ありがとうございますありがとうございますそんな告知をしてどうする、会場で見かけた方いらっしゃったら声をかけてください。よろしくお願いをいたしますということで、じゃあ本日のお相手は私立川しらのとジュースジュースの宮崎優香と高木さゆきでした。それではまた来週お目にかかりましょう。5本指5本指ちゃんと入ってくださいよ